始まりました FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、お相手は吉澤浩一と勝野聡でお送りします。これ後ろに飾ってあるんですけど、はい、これ立派ですね。これ立派ですね。レプリカですか？これ本物です。本物なんですか？本物です。第32回全日本少年サッカー大会、これちょっと持ってください。これちゃんと取れてるか見て、どうですか？いいですか？あ、いや全然全然入ってましたね。入ってますか？じゃあ、はい。あ、でこれってじゃあ後でくれるんだね。 FC 浦って当日入れられないもんね。そうですね、後でいただいたんじゃないですかね。ね、すごいですね。監督さんがあのここで預かれと大分にくれって、ね、あの大分の町田大和選手のお父さんです。あ、そうですね。意外とこうね、いろんなものがあって。そうですね。ということでですね、はい、今回も話していきたいなと、はい、ちょっとしたプチ自慢させてもらいましたけど少年サッカーからですね、はい、まあ、埼玉県、はい、非常に盛んなんですけれども、はい、まあ、必ず憧れの選手みたいな人がいると思うんですね。はい、浦レッズの社長をされていた犬飼元明さんなんかは、はい、子供の頃から浦和高校の選手が憧れだったって言ってましたよね。なるほど。なんで自分も浦和高校でプレーしたいって言って、素晴らしいですね、浦和高校に行くって。はい、すごいですね。言ってますけど、今の田島幸三さん、はい、会長、はい、スーパーなセンターフォワードだったってことでね、はい、で田島さんがいたらもう少し代表が勝てたんじゃないかとか、なるほど、そういうふうに言われるくらいの、うん、あの逸材だったんですけど、はい、勉強好きだったんでしょうね、うん、だから大学院に行くって言って、なるほど、一度ね古川電工に入ってから辞めて、確かそうです。そうなんですね。間違ったらテロップに出しておきます。南高から大学はどこ？筑波です。筑波なんですね。はい、筑波ですね。なのでまあその後ね、立教大学の先生をやられたりとか。あ、そうなんですか？そうです、そうです。おお、はい、結構そういう感じでですね、まあ、いろんなことがありながら今のポジションに就かれてるっていうことなんですけど、はい、まあ、埼玉県、まあ、我々埼玉県なんで、はい、別に埼玉県だから一番だってわけじゃなくて、はい、まあ、そういう人材の方がいらっしゃるっていうのは、まあ、なんともね、うん、まあ、僕らからすると、はい、そういう人たちと近くに接することができてよかったなと、うん、思っているんですけど、はい、まあ、憧れの選手誰ですか？まあ、僕は50歳なんですけど、はい、僕らの世代って言ったら前後ありますけれど、はい、それはディエゴ・マラドーナでしょう。で全能、うん、分かります、うん、全能、うん、そういう意味で言うと神ですね。ですが、まあ、置いときましょう、はい、ディエゴ・マラドーナはもう1人しかいない。ポジションはフォワード好きでしょ？もうストライカー好きですよね。好きですね。うん、でもタイプ的に昔と今では全然違うんですよ。変わってきました？全然変わってます。あの同じポジションが好きでも、うん、トータル的に優れた選手が今は好きです。うん、で何かに秀でてる選手っていうのはもちろんなんですけど、秀でてるプラストータル的に決めれる選手が好きですね。センターフォワード、右足、左足、頭みたいな、うん、5-3-2 って僕言ってもいいんですけど、うん、利き足、逆足、頭っていうのがあって、なるほど、その割合が、まあ、5-2-3 になってもいいんですけれど、うん、利き足が5、それはそうですよね、利き足ですから、うん、で逆足が3-2、もう一つは頭プラスアザーですね、うん、でつまりどこからでもどの形でも取れるのがセンターフォワードだと思ってるので、うん、そういう選手が好きです。近場の浦和レッズで言うんであれば、うん、まあ、僕が今言ったのに近い選手はワシントン選手です、うん、まあ、同じチームで言うんだったら、うん、まあ、エメルソン選手とか、うん、まあ、福田選手とかはドリブル系の選手で、うん、ドリブルからゴールを決める選手、うん、まあ、でもそうは言いながらも、うん、ゴールに近いところで決める、ゴールから近いところで決められる選手っていうのは非常に魅力です、うん、的ですね。そういう選手がやっぱりゴールを量産できるので、うん、まあ、浦レッズに関して言えばそういったドリブラー系の選手が結構好きかな、みんな。うん、なるほど。
永井選手もそうだし、はい、田中達也選手もそうだし、そうですね、で結局そういう選手が好きだからそういう選手を取る傾向にあるのかな、うん、僕はザ・センターフォワードが好きです、うん、イブラヒモビッチが好きです。ああ、わかるなそれ、まあ、今言ったようなのにはバッてはまっちゃうんですよね。どんな形でもどういうところ、はいはい、じゃあ彼が下手かったら下手じゃないんですよ、うん、でもその想像的、うん、想像力がすごく高くて、まあ、カバーニ選手も好きです。あ、同じですね、やっぱりトータル的に優れてますね、うん、チミクレバー一番いいんですけど、今年はレオがいるから、あ、安心 だ、うん、まあ、だから、はい、そういう選手が来てその中で、はい、で、あ、そうです、だからレオナルド選手とかは、うん、そういう意味では、うん、そのタイプに当てはまりますね、うんうん、そうですよね、当てはまりますね、めちゃめちゃ期待度としては今年は本当に楽しみなんですけど、うん、押してますもんね。そうですね、これぐらい押す選手なかなかちょっと最近少ないんじゃないですか。いや、いないですね。ね、あと僕意外って言われるかもしれないですけど、はい、後ろの選手も嫌いじゃないですよ、うん、例えばセンターバック好きです、うん、まあ、やっぱり自分を押し殺さなきゃいけないっていうところで非常にリスペクトできますね、うんうん、押し殺さない選手もいるんですよ。トゥーリオ選手とか私の同級生の長松ですね。あの、それ選手扱いしないセブンイレブンジャパンの社長じゃない勝手に行っちゃうんですから。でもヘディング強いんでしょ。結構取るんですよ。あ、まあ、ちょっともう真剣にオファーしますんでぜひいらっしゃってください。するかな、忙しくないと思うんですよ。大した仕事してないでしょ。僕らがこれ持っていけばいいんだけど。なんでね、ちょっとそういうことも実現したいなと思って、はい、セブンイレブンのお弁当を食べながら喋りましょう。なんで、まあ、センターバックの出来不出来っていうのはチームをやっぱり動かしますね。そうですよね。レツイはブーフバルトとか、うんうん、加藤久さん、まあ、日本も、まあ、優れたセンターバックがね、うん、ワールドカップ出るようになってやっぱ分かったと思うんですよ、うん、もちろん、まあ、井原選手もいましたし。そうですね、柱谷弟、うん、いいコンビでしたよね。あ、そうですね、うん、もう本当に頭がいい選手で、うん、宮本選手で、うん、そんなに大きい選手じゃない、うん、でもクレバーなんでしょう、うん、まあ、そういう選手、うん、まあ、もちろん鹿島アントラーズとかだった時には秋田豊選手とか、うん、そういうこう必ずセンターバックとしてどっしりしてる選手がいると、うん、でそういう選手がいるチームじゃないと、うん、リーグはなかなか勝ち上がっていけないんじゃないかなって僕思うんですね。そういう中では、はい、あの橋岡大樹とかは期待しますよ、うん、まあ、後ろの方どこでもできそうな感じはあるんですけど、うんうん、本来の戦う彼が主戦場としなきゃいけないのはセンターバックなんじゃないかなとか思うとね、うん、本人はそう思ってるらしいですよ。本人は本人は多分そう思ってるんじゃないですかね。出ればどこでもいいとは思うんですけれども、本人はどこで勝負したいかっつったらセンターバック。ロータマテスとかも嫌いじゃなかったですよ、うん、まあ、完璧にあのリベルだったんですけど、うん、強くて、うん、後ろからねゴー行きますよね。行けちゃってやっぱ上手いんですよ。8番つけてそれこそドイツ、西ドイツの汗かき役をね1個前のボランチのポジションでやってましたけど、そうですよね、気がついたらリベロっていうポジションになって、まさに リベロでリベロ的ですよね。インテル行ってからそうなったんですかね。うん、で、あんま大きくないんですよ。大きくないですよね。あのシュツットガルトで、うん、それこそブッフバルト選手の代表の引退試合の時に、うん、まあ、いらっしゃってて、うん、ホテルですれ違ったことなんですけど、うん、マジ迫力ありましたね。うん、でもまあそういう選手は嫌いじゃないですか。うん、で僕はだから前と後ろが好きな話を、うん、両方がツインになってるじゃないですか。うんうん、知ってるかな、うん、中山正史さんは高校時代は藤枝東で静岡県選抜だったんですよ、はい、誰がいたか知ってます？これセンターバックで出たんですよ。本当ですか？本当です。なぜかって言ったらそこではですね、清水東高校の武田信弘っていう選手が、うん、なるほど、武田がいたら、うん、中山お前はバックだなっていう感じだったみたいですよ。なるほど。で中山さんはそのままね、あの人だって後ろの選手でもユース代表とか選ばれたんじゃないかな、うん、そうなんですね。で筑波行って、はい、で長谷川健太さんが
もう一回フォワードにっていうふうに送ってくれて。なるほど、そうなんですね。確かそうだったと思います、うん、話が違う時だけマーク言ってください、話がそうだった時はそのままスルーでいいですから、うん、そうなんです、ね、はい、それで、でもね、うん、日本をやっぱり代表するフォワードの一人で、ちなみにまだ現役ですからね。そうですよね、毎週深夜の番組出てますけど、はい、出てますね。練習行ってるんですかね。行ってるんじゃないですか。で、まあ、現役の S 級ライセンス保持者ですから、ね、すごいですね。つまりプレイングマネージャーがゴンさんはできるんです、はい、できますね。なんていうことですね、今回は、はい、まあ、好きな選手はどなたか、はい、まあ、勝野さんがレドンドって言ってるので、はい、まあ、その辺の華麗なですね、次回かどうかわからないです。話を今度聞いてみたいなと思います。はい、はい、FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、ワイタリオシサコイチと勝野聡でお送りしました。